サファイア、母上、何か。無理しないで。泣きたいときは思いっきりお泣きなさい。おいで。お母様、私もみんなのように着飾って町を踊りに行きたい。行けないと分かっていてもどうしても気持ちを抑えられない。ならば踊りに行きなさい。年に一度のことですもの。お父様には内緒で。けれどもしバレたら。甘い色のかつらを用意しました。それをかぶって着飾ってしまえばもう誰も王子とは思いません。本当に？ええ、本当の本当に。もちろん。やった、お母様早く。中にいつでも一緒に踊るけんね。おこれではお忍びにならない。それどころかこの国を出る前にすっぱらかにされそうだ。王子はいたか。で僕は悪人か。失礼、失礼いたします。あ、待って、僕を知らない。あなたにお願いがあります。この1年間復活祭が訪れ、誰かと踊るのを楽しみにしてきました。でも今年はどうしてもその相手が見つからなくて。どうか踊っていただけませんか。あ、いや、ぶしつけな頼みでした。どうぞ行ってください。私でよろしかったら喜んで。
姫。はい。え、やはりそうだ。その気配物腰、ただの人とは思えなかった。姫と呼ばれて答えたあなたは一体誰です？どうかそれだけは。フランツ様、フランツ様って。ちょっと、あの子誰？まさか王子様と踊ったんじゃないでしょうね。悔しい。そういう時、漫画だとハンカチ噛むんだよね。ハンカチ？あ、見たことある。こんな感じ。触れてる。